この鍋はね、はい、本当に美味しいんだよ。美味しそうですね。ね、食べようよ。食べましょうか、ね、もう早速、はい。そうですね、じゃあ、はい。この汁が美味しそうだね。これいいですよね。うん、これは聞くところによると芋鍋っていうこのお店では有名って聞きましたけど、若松さん大好きなんですよね。芋は大好き。早速、お。お邪魔していい？あら、関根さん、どうも。びっくりした。なんて、どうも関根のお父さん、どうも。どこからいらっしゃったんですか、関根さん。いいか。はい、どうぞ。ちょっと、どうぞどうぞ。それじゃあ、失礼します。はい。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いただきます。ああ、美味しいですね。美味しい美味しい。どうも。監督何年やるの？監督ね、うん、7年ね、うん、やらせてもらいました。7年かね、はい、お疲れ様でした、はい、日本人になったよね。はい。それがやっぱり一番のあれ思い出。まあそれが一番の思い出ですね。でしょうね、はい、うん、まあ、だけどほら監督ってのはいい思い出もあるけど、うん、悔しい思い出とか、あそこああやって受けばよかったなっていうことはあるでしょう。そっちの方が多いですよね。ね、本当にね。そうよね。もう先発ピッチャーがちょっとこけて、次こう大事なこう僅差で次投げさせますよね。でガーン行かれて、もうちょっと我慢すればよかったとか。そうだね。うん。でその代打出して、でこいつだと最低でも外野フライ打ってくれたろうっていうの出して、三振なんかしてこられたら、あとねえ。だから監督ってやっぱ耐えることですよね。そうだよ ね、 うだ よ、 ね、うんうん、でよくあの負けても勝っても、うん、なんて監督も、うん、僕はああいう風になれないんですね、いかにも若さんらしい、ね、いやこれは持って生まれたもんだからしょうがないと思いますけど、うち帰って荒れる、うち帰る前に荒れます。荒れてる、うち帰る前に車の中で荒れて帰ります。どう荒れるんですか、本当。誰、運転者。いや自分一人だから。危ないね。もう自分は自分の車は、うん、本当に一部屋、うんうんうん、そうだよね、こう車がついて、うん、ハンドルがついてるという感じ、うん、自分の部屋ってことですね、うん、そうそう。だから負けたりもう特に逆転サヨナラとか、そんなもうスピーカーダーンかけて、外に漏れないように、はい、ガン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 このバカ野郎だとかなんでだとかこう やるんですよ。そうなんですか、うん、それでまあ家帰って、はい、知らんぷして帰るんだけど、はい、玄関ただいまって帰っても、はい、やっぱり女房娘たちは分かりますよね。ああ、うん、なるほど。だからあんまりその勝ち負けのあれは家に持ち込まないようにはしてたんですけど、だけど奥さんはね、うん、三田さんにすぐ分かるんだよね。そうですよね、やっぱり。いやしかし私からしてみれば、うん、歴代のですね、うん、ヤクルトの監督がここにお二人揃っているということがまず興奮してしまうんですけれども、まあ、はい、興奮しないで、すいません。でもあのお二人は何かつながりとか、いやつながりじゃなしに、はい、僕がねヤクルトの監督になった時に、はい、もう、ね、僕の後は若松君だと思ってましたから。あ、そうですか。次の監督は若松君だなということで、はい、僕はね次の監督だと思って付き合ってました。あ、なるほど。これがやっぱりねあのチームの一つのこう流れだと思ってね、はい、監督はヤクルトで3年やりましたね、うん、だから僕も関根さんの下で3年やったんですよね。そうです、そうです、そうですね。それでまあ最後は一緒に日本ね、あの打率、うん、4000打席以上6000打席以上の、うん、あれで張本さんを抜いて、うんうん、要するに行かなきゃダメだからということで、あのうまくそのゲームの最後にはあの使ってもらって、それであの日本人の最高打率をあの取らせていただいたんですよね。本当にありがとうございます。とんでもございません。僕の時に怪我したりねなんかしてね、随分、はい、ね、苦労してあの頑張ってくれたんですよね。まあ、関根さんこれ覚えてます？どう、関根あのさんが殿堂入りのパーティーに行った時に、これあの全員にプレゼントしてくれた。あ、そうですね。いやいや全然これはね、ありがとうありがとうございます。これはもう記念にね、ずっとこううちの子大事なところにね、申し訳ない、もう使わないで飾ってるんですよ。はい、こういうね、綺麗、綺麗でしょうこれ。ね、わー
サインがどうしようもないね。いやいや、もう関根さんの好き、あのサインってすごいですよね。そんなことない。これを皆さんに配ってください。これをね、来た人全員にね、はい、あのもうこれはもう宝物です。はい、使わずに、はい、使わずに大事なところにこう飾っております。わなんだかジーンときたな。ありがとう。古田新監督、まあ、29年ぶりのプレイングマネージャーだとは思うんですが、うん、この古田新監督のヤクルトスワローズっていうのはお二人から見てどうなっていくと思いますかね。僕はもうやると思いますよ。まず現役の方でね、はい、最初は現役の方でどん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 行くと思いますわ。だってまだそこまで古田の後につなぐまだ捕手キャッチャーがもう一つちょっと不安なんで、はい、うん、まあ僕も古田の後のキャッチャーを育てなかったのは本当悪いんですけども、でも選手として頑張ってほしいという、はいはい、そういうあれがすごく強かったんで、はい、だから今度まあ古田が監督になって、はい、もう自分のポジションのキャッチャー方向の飼育していかないからなんですよね、はい、大変ですよね。だけどあれでしょ、古田が結局自分でプレイヤーとして行って引っ張るしかないでしょ、うん、そうなんですよね。まだまだ40でしょ、うん、そうそうそう、はい、40なんだからまだできますよ。あんたね、自分のレベルの違いあんた何年までやった、いくつまで。僕まで42歳までね。わお、杉田さんも長いんじゃないですか。いや、僕はね、38角ぐらいで、あれしたんですけどね。それで、まあ今年、去年か、まあ、戦力はそれほどないチームでよく僕頑張ったと思うんですよね、あんたね。チームの戦力十分に発揮させたチーム監督だったと思うんですけどね。もうあれ以上になかったですね。ね、はい、もう本当にあれでもうでも監督の仕事としては、はい、預かった戦力が十二分に発揮して、はい、順位は後から聞いてくれってやつだから、はいはい、そうですよね。もうそれ僕ね、それはね、もう本当によく頑張ったと思う、あの戦力で。問題は、はい、今年は結構層が厚くなったんじゃないですか。そうでしょ、はい、だから若松監督が一番苦労したセカンドにラロッカって。そうなんですね。ラロッカ入って、うん、でドラフト1位で竹内入ったでしょ、うんうん、で木田も入ってきてるでしょ、うん、で即戦力で松井も入ってきてるでしょ、うん、これはもうピッチングスタッフ、うん、打線、うん、考えたらもう本当に優勝候補ですよね。だから投手陣は石井勝久と木田が入っちゃったんじゃ OK じゃないの。すごいですよね。OK っていうかあんたは苦労したくも何もないじゃん。その後に今度はでしょ、五十嵐がいて、もし石井がいるわけでしょ、うんうん、で先発数藤井でしょ、うんうん、で石川でしょ、うん、でもし高井もいるでしょ、うん、で右は松岡、あとちょっと出てこないんだよな、うん、出てこない結構いる川島ですよ。川島が出てこないとダメですよね。1年中やっぱり、はい、フルに頑張ってもらわないとダメですね、うん、だけど去年の戦力の中で、石井勝久が、まあ、木玉は入るんだけど石井勝久が入ったと全然違うよね。そうですね、入ったら、それに立山今年ちょっと遅れるかな、またちょっと靭帯をこう切っちゃったんで、靭帯切ったら遅れるね、うん、でもそれにしてもやっぱりピッチャー揃いましたし ね、 そうね、で打者も1人入っただけで違いますもん、うん、うん、それで即戦力のね武井取ってんだから、うん、去年に首位打者って何でしたっけ、あれ青木、青木、はい、関根さん青木選手、あれ青木選手間違ってないよね、間違ってない、うん、あれ、うん、今年去年みたいにいく、今年はねそこそこやると思いますけどね、うん、苦労しますね、だろうね、内角、うん、うん、内角をうまくこうさばけるようになると、うん、今年はどんどんここ来ますよ。どんどん来て向こうを掘られてまたどんどん来て、だから
今年の課題は多分もう去年の秋からやってると思いますけどね、やはりなんせこのインサイドの速い球をやっぱりさばけないと、もう今度は広角に打てないと、ダメですよね。だから今までほとんどセンターからレフト方向のヒットばっかりですから、で今度はセンターライト、ここに広角に打てるようになるとまだまだこうね、良くなると思いますけども。そうですね、今年は厳しいだろうね、攻めがね。で今年キャンプどこ見て？まああの野手の方は、ここ見たらもう大体ね、分かるよね、ちょっと分かりますから、あとはやっぱりピッチャーの方をちょっと見てみたいなという、そういう感じもありますし、それで去年まで、あんまりピッチャー見てないんじゃない？いや、そうでもないですよ。もうブルペンにはしょっちゅうも行ってましたから、ずっとこう見て、ずっと結構やっぱりこっちよりは、バッティングの方よりはやっぱりうまく仕上がってるかなというピッチャーの方 が一番気になってた、気になるんですね。その中でどの辺見た？まあ、もちろんローテーションのピッチャー全部ですけどね、伸びていくピッチャーを期待する。だからあの今年はだから川島とか、あの松岡とかね、去年入った松岡とか、あと高井がね、ちょっと体もね、背丈も大きくなってきてるし、なんか今年はなんか面白いんじゃないかなという、感じ。あとあの北海道出身で入った松井、この辺を見てみたいなという。それプラスやっぱり野手も見たいですよね。そうだよ、そうだよ、全然見ないと怒らないよ。青木がどこまで行ってるか、ドラフト1位がどこまで行ってるか、あんたがね、育てたっていうとあれだけど、気にね、ずっとあの一緒に付き合ってたプレイヤーですから、どのくらいの状態か見たいですよね。その辺で大体今年は行けそうかなというのは大体分かってくるんじゃないですか。でもあの監督としての見方と、解説者としての見方っていうのは違うんですか、関根さんは？俺か、はい、俺は違わない。先輩解説者として。いやいや、僕は違わないです。違わないですか？行って自分 のその時の自分の感じで、はい、ああ今このくらいこのピッチャーはできてるなとか、はい、そういうことで素直に僕は自分の目を信じます。はー、だからプレイヤーの時どうっていうよりも解説になるといろんなチームの見れるじゃないですか、はい、これはいいなと思う。プレイヤーのとこなんかユニフォーム着ちゃうとね、そうですね、そこしか見れないの、はい、じゃなくて他のいっぱい見て、まんべんなく見て、だからそれはあのこれは若松君もあると思うんですけど、いろんなとこ見て、はい、それである意味においては、はい、いろんなものを吸収すると思うんですよ、はい、これが次のユニフォームの機会に生きてくる。はあ、次のユニフォームの機会。そうですよ。あの関根さんから先輩解説者として若松さんに何か一言。あの自分のね、思ってること、はい、自分の見たこと、はい、それをね、周りに気兼ねしないで素直に出していただければいいです。そしたら僕はいいもんが出ると思います。素直、はい、素直に思ったことは、これ言うとまずいかなとか、そういうことはね、言う人じゃないの、はい、だから思って感じたこと、はい、素直に言ってもらった方が、はい、僕らにも勉強になると思うんです、これは。素直に、そうなんですね、素直にいかないと。ちょっとここで言っちゃまずいということはちょっと、控えるかな今までは、という感じ持ってたんですけども、これからはそういうことしないで、はい、本当に。それでね、はい、この方はそんなひどいこと言う人じゃないの。それで自分を喋ることによって売り込もうとする人ではないの、はい、だから素直に思ったことを素直に言った方が、あの見てる聞いてる人が受け入れてくれると思います、はい、そのままで、そのままでいいです。今の若松さん、はい、生意気なことを言うようですけど僕はあのこの方好きです、ね、いや本当に本当に生意気なことを言うようでごめん、ね、失礼ごめんなさいだけど、あの変なことを考えない素直に解説した方がいいかなと思います、はい、今シーズン今からですけれどもよろしくお願いいたします。私も一生お二人についていきます。俺先短いから。そんなことありません。ついていかせていただきます。ついていくならこちらですよ。お二人まだもう勉強足りないから僕も勉強させていただきますので、よろしくお願いします。冗談じゃありません。本当にぼちぼち閉店の時間となってしまいましたんですけれども、
まあお鍋もまだまだ残ってますのでね、はい、お鍋を食べながらさよならしていきたいと思います。、はい、いただきましょう。では皆さん、すいません、いただきます。いや、熱いトークが聞けてよかったです。